今回は下腹ぽっこりが気になる方におすすめなレッグレイズを2倍下腹に効かす方法ということで紹介していきます。このレッグレイズ実は円を描くことですごいお腹に効かすことができるんです。今回の動画を最後まで見ることでレッグレイズを下腹にどうやって2倍も効かせるのか、円を描くってどういうことというのが分かってきます。たったの5回です。一緒に動画を見ながらやってください。はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回ですね、レッグレイズを下腹に2倍効かせる方法ということで、たったの5回なんですが、しっかりやりたいよって方のために2セットだけ用意してます。3セットやっちゃうと激痛きますので2セットで OK、 スマートフォン持ったまま一緒にできますので頑張ってみましょう。そしてこのレッグレイズ意外と難しいんです。なぜかというと、足を下げる際に腰が反れてしまう。足を上げる際に、ももの力で上げてしまう。そうなると、腹筋運動になってないんですね。そこで今回は、簡単で効かす方法を紹介していきますので、どなたでも下腹に効く感じがあると思います。下腹気になるよって方はですね、反り腰の改善、姿勢の改善、腹横筋が身につきますので、食後にお腹が出にくくなったり、朝起きた瞬間のお腹の張り、そういったことが改善されてきます。一緒に頑張ってみましょう。それでは紹介していきます。はい、通常レッグレイズというと、手を床につけて、足を伸ばしたままで、このようにね、足を、動かす腹筋運動なんですが、実は足下げる際にお腹が弱いと腰に隙間ができてしまいます。腰に隙間ができるとお腹が伸びたままになっているので、このまま足を上げてもお腹に効かないんです。そして足を上げる際にお腹を使うんですが、今回はめちゃくちゃゆっくり足を上げます。なぜかというと、足を上げる際にお腹を使うんですが、ももの力でついつい上げちゃうんです。なので、ゆっくり動かします。例えばですが、お尻を上げて、片足だけ伸ばして、足を動かしてみてください。これは、お腹に全く力が入ってない状態で、足を上げ下げしてます。この場合、大腿直筋だけ使ってます。なので、足を上げる際っていうのは、ももの力使いやすいので、今回は、ゆっくり足を上げます。その方がももに力が入りにくいからです。そしてもう一つポイントが、下ろす際に腰が反れてしまうので、腰が反れたくなる人は足が下りないんですね。足が下りないと動く幅がちっちゃくなっちゃいますので、今回は円を描くことで、ずっとお腹を効かすことができます。こういう感じです。横に開くことで、股関節が外旋して、お尻が締まって、腰が床につきます。腰が床についてると腹筋に効くので、このまま開いた足を、ゆっくり腰をつけたまま、足を閉じて、ゆっくり、ももに力が入らないように、ここまで、最後の最後まで、スマホ持ったまま、ここからここの幅がしっかり下側に効きます。なので、ここまで上げたら、開いて、また、同じことを繰り返していきます。これを5回です。息は止めないように、ゆっくり呼吸を長く使ってください。息しっかり長く吐くことによって、腹横筋が身につきますので、必ず息は止めないように。もし息が続かない場合はね、吸ったり吐いたりしてもいいですが、できれば長く吐いてください。一緒に5回やってみましょう。それでは、スマートフォン持ったまま行きましょう。もし、もっとお腹に効かせたいよって方は、上体を起こしたままでもいいです。上体を起こしたまま、やっても効きます。でも首使える方は寝てもいいです。それでは5回行きましょう。動きを合わせてください。行きます。頑張って腰つけたまんま。1、これぐらいのペース。いける方は起こして。辛い方は寝て。2、ゆっくり起こす。ここまで。3、お腹がプルプルしてれば OK。 し、息を長く吐いて、膝少し曲がってもいいです。5、ゆっくり上げたら、ね、お腹がプルプルすると思います。 OK。 さあ続いて
2セット目、お腹の疲れが取れないうちにいきましょう。それではいきます。2セット目スタート。1、ゆっくり、腰が反れないように。2、あーきつい。3、息吐いて、くりくり吐き続けて最後まで吐いて、10、息吐き続けて最後の最後までお腹締めて、ラスト5、息吐き続けて、ダー、お疲れ様でした。どうでしたか？息をしっかり吐くことっていうのができてるとお腹にすごく効きます。とにかく足を上げるときにふーっと吐き続けて、最後の最後まで足を起こす。そこの最後の最後でね、お腹がねしっかり効きますんで、そこをね意識しながら、この動画を見ながら2度3度やってみてください。下腹に効いたよ、腹筋使った感じあったよ、首も腰も痛くなかったよって方はね、よかったらグッドボタンやコメントで教えてください。腹筋に効かなかったよとかね、そういった感想もぜひコメント待ってます。できるだけコメント返信しますので残していってください。各種 SNS もやってますんで、説明欄からリンク見てもらって、インスタグラムよく配信してます、フォローしておいてください。今回もご視聴ありがとうございました。